ついに来たな。タロスの言葉を聞き。具合が悪そうだね。伝染病じゃないといいけど。考えるのは息子のソラルで。油断せず見張っていなくて。私の夫を探しているって？なぜも？市長の後ろを見てみて。晴れたら。ようこそ、来よ。たらふく食べている。ようこそ、来よ。何か用？何をポカンとしている。困っているのがわからないのか。なんだって。この場所のありさまを見てみろ。衛兵長のためにホニングブリューリザーブの新種の試飲会を開く予定なんだ。蜂蜜酒醸造所のこのありさまを見られたらもうおしまいだ。本当か。ただの親切心から助けてくれるわけじゃないのだろう。仕事が終わるまで支払いは期待しないでくれ。わかったわかった。慌てて決める必要はない。さあ、半分渡そう。仕事が済んだら残りを渡す。頼みはただ一つ。信用を完全に失う前に、この害獣どもを永久に葬り去ってくれ。毒を買ってある。怠け者で何の役にも立たない助手のマラセにやらせようと思ったが、姿を消してしまったらしい。これを害獣どもの巣に仕込めば、二度と戻ってこないだろう。一匹残らず死ぬまで戻ってくるなよ。ではなぜここに突っ立ってる。死因のため、蜂蜜酒、増上書を片付けておくと衛兵長に伝えてある。この瞬間にも到着するかもしれないんだ。マラスは過去一番の儲け者だ。いつだったか金を少しだけ貸したんだが、絶対に返せないと分かっていた。運営費を安く上げようと思ったら、ただ働きさせるのが一番だ。この惨状。
生きて帰れると思うなよ。
サビョルンが何か不明な点でもあったか。待ちかねたよ。終えるまで隊長を待たせなくちゃならなかった。隊長が去るまで待ってくれ。待てないこともないだろ。さてサビョルン、疫病の問題は解決したようだし、はち、秘密種を見させてもらってもいいかな。さあどうぞ。これまでで最高の醸造酒です。ホニングブリューリザーブと名付けました。きっとご満足いただけるかと。さあさあ、これは蜂蜜酒、ワインとはまた違った風味だ。なんだ、一体何が入ってるんだ。わからない。何なんだよ。この場所は清潔だって言ってたじゃないか。今日はずっと繋いだままにしてやろうか。やめてくれ。一体なぜ。黙ってろバカが。信用すべきじゃなかったのだ、こんな吐き溜めとかした場所なんて。お願いだから、何かの間違いなんだ。これを全て解決するまでここは任せるぞ。喜んで。そしてお前には一緒にドラゴンズリーチに来てもらう。町の牢獄でいつ記憶を思い出すか見物だな。さあ行け。なあ聞いてくれ、きっと大きな誤解をしてるんだ。行けと言っただろ。さらばだサビョルン。こんなにうまくいくとは思わなかったぜ。リフテンに戻る前に他に必要なものは？つまりメイビンはサビョルンの秘密のパートナーを探し当てたいのだな。サビョルンのオフィスを自由に見て回っていいぞ。ほとんどの書類は机の中に隠してある。ほらこれで用は足りるだろう。前に話した時は詳しいことはいくらか伏せておいた方がいいと思ったんだ。仕事を断られちゃ困るんでな。それにお前は奴を片付けてメイビンに恩を売ったし、おかげで俺は奴を始末するために人を雇わずに済んだ。一刻も早くブラックブライヤの西蜂蜜酒醸造所に帰る。それがメイビンとの取り決めの一部だ。俺は蜂蜜酒の流通を任された。その通りにするつもりだよ。この地域で何か商売がしたければいつでも言ってくれ。メイビンに俺のことをよく言っておいてくれよ。うまくいったなんて信じられない。